なんかお好きなように もうなんかもう書きたいことを書いて、書きたいことを書いては変だけど、まあそんな感じで過ごしてくださいませ。でも質問するかも時々ね、そっちの方がみんないいかもしれないね。日曜の昼下がり、昼下がりだって、こんにちはだって、こんにちは、可愛いですだって、嬉しい。うんね、湿気がすごい、湿気がすごいですね。まずはやりながら話していこう湿気すごくて、今エアコンつけてるんだけど、あっちになんかあるじゃん湿気取るやつ、あっちにすればいいよかったかなって今すごい思いながらショールームやってるそう、でもなんかやっぱクーラーの方がさ、そうあのその取るやつよりもさ涼しいからさ、クーラーにしちゃうよね。そうしちゃう。今はなんだこれなんだろうこれ、なんかね保湿のやつ塗ってる、なんかそう肌が弱い人も平気なやつ、そうなんか塗ってる普通の化粧水ではないやつ塗ってる。そうでもいつも普通に化粧水でやってるけど、ちょっと今は下に取り行くのが、持ってくるのを普通に忘れたから、そう自分で持ってるやつを塗ってる今。そうあクーラーの方が良きだって、湿気の方が電気代かかるってみんな豆知識、豆知識なのかな。ティッシュ持ってくればよかったかな。ティッシュ持ってくるね持ってくるね。だってみんなだからそうだね、クーラーおすすめだって、おすすめかな、おすすめなんだよね多分。見たい見たいだよみんなすごい他人か他人事かのよ。で今日も雨すごかった、朝今はすごい快晴だけどね、今すっごい晴れてる。まだ外出てないから暑いか寒いかはあかん、寒かないだろうけど暑いとは思うんだけど、どんな気温かよくわかんない。休日感だってね。そうだよそうだよって、いつもほんと顔にねつけちゃう、そのまま手につけると、なんかさ手に出してやると自分のちゃんとしたなんか余っちゃうんですよ、手にまず乗せてから自分の手つけると余っちゃうから、そうもう直接こういうビビビってやってる、こういうのそうの方がなんか本当にいいですね。愛はちょっとついてるね、天気変だよねってくる。確かに最近ね、昨日もなんか本当に降って止んでみたいな。ん？昨日降って止んで？降ってたか昨日は。ん？あんま覚えてない忘れちゃった昨日の天気。なんか本当これぐらいを本当すっごい少ないようで、あいつもやって。クーラー長時間つけたら寒くなる気温だって。あそんな気温今日。でも基本なんか一回つけたらなんかつけちゃう、自分の部屋じゃなくてリビングとかはね、なんかそうそれの方が多いな。そう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 、やり方がすごいだって。確かにね、確かに最近すごいかも、なんかもうお風呂入りますみたいなシャワーだよみたいな振り方するよね。ねねねねね、なんかちょっととかじゃなくて、なんかもうほんと結構なよね、本当に困っちゃう。
そう、あんま雨そこまで好きな人ではないから、そう困っちゃう。まだエアコンつけてないなんてすごいね。うん、すごいね。すごい暑そう。でも耐えられる人は耐えられるもんね、夏とかでも冬とかでも。愛は無理な人です。そう、無理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 すごい無理無理言う。うん、もう耐えられない人、本当に。そう、もうエアコンでも暖房でも、もう絶対つけちゃう。夏はクーラー、冬は暖房ね、つけるよね。そうそう、なんかそう、なんかすぐつけちゃうすぐつけちゃう、本当に。なんかそう、寒いなーと思ったらつけるし、暑かったらつけるみたいな、ほんとそんな感じだよそんな感じ、本当に。うん、ちゃちゃーん、ちゃんちゃちゃーん、ちゃんちゃちゃーん。さあ、みんな今日は何するんですか？今日何するんですかっていう、今日の一日みんな何かあります？予定、お予定はご予定を聞く配信みたいな。ご予定はありますか？うん、ここからは粉をつけます。ちょっと待ってね、シャカ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 、ちょっと粉をつけます。お昼寝の予定、掃除、洗車、自宅警備。でも進みて、すっごいもうパパパパやっちゃう。そう、なんかそんな粉をつけたくないけど、そうつけるから、もうすごいパパパパパパやっちゃう目の縁を買い物する、考えてるうちに一日が終わるって。ね、でもそういうことあるよね。なんか何かしようと思いつつ何もしないで終わるみたいな時ある。全然 YouTube 見まくり、お仕事中、晴れの日には目を閉じて遠い雨雲を持っています。なんか歌詞みたいさっき洗車したので乾くの待ってる。だっていいじゃないですか。目標は家から出ないだって。まあそれが一番よ、この今の時期はね、家から出ないのが一番だよね、何もない限り。本当に、うん、そう思います。あー、手がクリームか。ほんでまだ愛ちゃんの生誕祭見るだって。ありがとうございます。懐かしいな。なんか2月ですら懐かしく感じるもん。あいもなんか本当に劇場に立ってなさすぎて逆に懐かしい。うんね、逆に懐かしい本当に。ちょっと待ってね、今メイク道具を探してます。んー、どれにしよう。次、次はどれだ。これ、んー、これどれにしよう。なんかほんと順番に迷うんですよね。すぐ迷っちゃう。眉毛、
眉毛を描こう。そう、本当にね、懐かしいよ。みんな見てください、ぜひとも。初めて生誕祭で下ろしたかも。でもそうだね、初めて下ろした生誕祭で髪の毛を。そう、今日はすっごい軽めなメイク眉毛、自分の眉毛を探しながら。完成。でもね、まあみんなそれぞれなんか違った過ごし方だね。やっぱり YouTube ね、今ね朝見てた。そう、 YouTube 見ること多いかも。あゆもなんか増えた。なんか本当に AKB 入る前は全然 YouTube 見なくて、そう、 YouTuber の方とかも全然知らなかったけど、なんか入ってからすごい見るようになりましたね、 YouTube を。そうそう、本当になんか変わったかな、入って。うん、変わりましたね、すごい。そこが変わったことかもしれないそうそう、本当今まで見てこなかったから YouTube は。だからなんかさ、中学の時に YouTuber、 そう、なんかそう、この人面白いよみたいな言われてもあんま分からなくて。そう、あんま分からなかったけど、今は結構多分詳しくなった方かなって思う、その時に比べたら。そう、本当にね、本当にねって本当に本当に、うん、そう思います。ん、何やろう次。あー、白いやつ、白いやつ。そう、詳しくなった、多分だいぶ。まだまだだけどね。なんか特に固定、この方を見るとか全然ないんだけど、なんか固定されてないと言いますか、なんかほんとなんかそう、絶対この人しか見ないとか本当に全くなくて、ないけど、いろんな人見てるかな。見たい、なんだろう、動画関連で出てくるじゃん YouTube って。それを見てるかな。そうそう、 YouTube はカワウソの動画がかわいすぎますって。カワウソの動画なんてあるの今。なんかゆ、なんだっけ、インスタで動物のやつ見るそう、インスタもなんか動物の枠があるじゃん。そう、インスタでそれを見ちゃう。それが多いかな。インス、うん、動物はインスタで見てる。そうそうそう、そう、それが多いかも、あゆは。うん、基本的にそんな、うん、 YouTube では動物あんま見ないかもですね。猫に似てきたカワウソの動画見たって何何何それ、気になる猫に似てきたカワウソの動画、なんだろうそれ。なんか今一番気になったなんだろうそれ。みんなね、何してるんだろう。移動時間とかみんな何してるんですか、お出かけの時の。なんだろう、握手会までに来る道のりとか何してるんだろう、みんな何してますかね。場所にあるのかな、近かったり長かったりとかあるもんね、場所によって。それでやること変わってきそう。口は赤い。ね、変わってくるよね絶対それで。うーん、どれにしよう。
そう思う。あゆは、あどれにしよう、どれがいいかな。今はアイシャドウを迷ってます。ピンク系にするか茶色系にするか、とりあえず薄い色でも入れとこうとりあえず。イメトレ、イメトレ何話そうみたいな。イメトレか、読書、あ運転、確かに来るまで運転しててくる人もいるもんね確かに確かに。イベントで、でもね、そうだよね、話すこと考えて来てくださる方いっぱいいるから嬉しい。そう嬉しいですね。でもそう時々忘れちゃったって方いらっしゃって、それも可愛いなって思う。そう、そう時々いらっしゃるけど、基本みんな考えて来てくださるからすごいすごいすごいなって思うさあ握手会とか本当に行ったことなくて、行ったことない人だから、そうなんかこういうのとか全然わかんないんですよ。これがそうなんか握手会行くまでの何みんなしてるんだろうみたいなのもわかんないけどね、みんなそれぞれだね。こちらもでもそう、うん、あ寝てるって方もいる。まあ寝てるが一番無難か寝てるが一番無難だよね多分。いやそう、でもなんか行ってみたさはあるよね。握手会どんな感じなんだろうって思う、うん、思います。それはすごい、うん、そうどんななんだろうどんやってる側、なんかそうなんだろう、どんななんだろうってどんななんだろうしか出てきてないけど、ほんと気になりますね。一回行ってみたさはあります。うん、行ってみたい。あでもね、驚かれるんですよ。行ったことないって言うと結構驚かれること多い。なんでだろうなんでだろうっていう。シミュレーションすると大体外れるだって。残念。じゃあしないで来たらいいかもね。今度ね、今度再開した時とかね、それがいいと思う。 それがいいのか分かんないけどね、いいと思う。それもアイラインどこ、あラインがいつも使ってるアイラインどこだ。あいたいた、すぐ近くにいた。変装して行ってみようだって。でもなんか普通に行ってみたい普通のいつものあゆで。誰の行きたいかな、誰の行きたいかな。でも誰とかは特にないかな。うん、誰とかは特にないけど、なんか行ってみたいかな。うん、そうですね、行ってみたい。誰行きたいかな。なんか今日いつもとメイク違う今日なんか違う。まあいっか、こんな感じでもう完成しました。メイク完成ほんとっすね、あんま使わないもの。終わり、メイク。
どうでしょう。ほんとシンプルです。でもやっぱ話しながらやるとゆっくりやっちゃうから、ゆっくりかも。うん、あんま変わんないよね言って。ちょっと色がついたぐらいね、ちょっと色味が出ましたねって感じだよね多分みんなからしたら多分そうだと思う本当に。うん、ほらそうだねってくる。そう、それぐらい本当ナチュラルなんです。そうナチュラルなんですっていう自分で本当いつもこんな感じ。劇場とかはこれに、コンサートの時は光で飛ぶからもう少しラメ強めに入れたりとかはするけど、チークも塗らないし、本当こんな感じメイク。好きやな、嬉しい嬉しい嬉しい。でもねやっぱね昔と比べたら濃くはなったけど、でも多分まだ薄い方だと思う、みんなに比べたら。全国握手会の連かなだって。でもなんか全国握手会だといろんなメンバーさんいるから大変そう。なんかあと声がちょっとやっぱ聞きづらくなっちゃいそう。うん、いろんな声が混ざっちゃうから痛い。違いんじゃないやっぱり誰に行きたいかな、誰だろう、誰かな、誰だろうちょっとわかんないや、決められないや。善悪いつかなだって。生きてる間、生きてる間にはあるよ絶対ね。でも握手会がねできないからね。でまたショールームでできたらいいなと思ってます。一人全国握手会ね、懐かしいやつできたらいいなと思ってるので。でも握手のやつをどうやってやるかよね。最初どうやってやってたっけ。ああいう全然最初どうやってたか全然覚えてないけど、まあそういうねなんか方法考えてやれたらいいなとは思ってますね。まあでもコメントのやつ使えばなんとかなりそう。うん、なんとかは。全悪で48人連あったなって。確かにあれすごかったよね。なんかみんな目もありそうじゃない。じゃあだってね、アイたちはそのお客さんファンの方しかいらっしゃらないからあれだけど、そのファンの方はその自分に対して48人いるからこそなんかもう会話が分かんなくなっちゃいそうでも楽しかった。48人もすごい楽しかったですね『ガールズアワード』のランウェイを歩いた時のメイクは大人っぽかったって。確かにあれでもメイクさんがやってくださったんですよ。そうだからかな。でも多分 MV の時とか法定速度とかそういう MV の時とかも多分ね、いつ自分のメイクに比べたら多分大人っぽいと思う。多分そうメイクさんがやってくれるからいつもとはやっぱ違うメイクになるからこそ濃いかな、濃いというか大人っぽいかなとは思う多分。うん、
多分ね、なんだろう、もうねえ、うん、濃いと思う。いつもより大人だなって思う、いつもやってもらうときは。うん、そう、もうまつげビョンビョンに上げてくださるしまあいや、落ちてすぐ、あの、そう、落ちてくるけど、ビョンビョンに上げてくださるからこそ多分大人っぽいなって思うのかなって思う。うん、そう、もうビョンビョン本当に本当にビョンビョンですよ。でも顔をね、あれぐらい上げれたの、上げれたら嬉しいだろうなって思う本当に、うん、そうそう、本当にすごいですよ、すごい、本当にすごい。うん、そうそう、でもね、あれぐらい濃いメイク、多分濃いというか大人っぽいのは多分当分自分じゃやんないからね、いつになるかは全然わかんないな、次が。うん、そう、本当にわかんないけど、まあお楽しみに、いつの日かいつの日かね。はいちゃん髪切ったね、だってそう、だいぶ前に1ヶ月ぐらいもう経ってるよね、多分切って経ちましたね。だからもう慣れてきました、もうこの長さに。そう、最初の頃はなんか寂しいなと思ったんですよ、もうなんか思ったんですよ。でももう今は楽だなって思う、そう本当に楽だなって思うので、そう、慣れてきたのかなって思います。はいはい、そう、なんかファンの方から教えていただいたんですけど、そう、ゆずかちゃんが、そう、ショート似合うって言ってくれたみたいで、そう、それも嬉しかった。ゆずかちゃん、大好きなゆずかちゃんが言ってくださって嬉しいなって気持ち、本当にありがたや自然と笑顔になっちゃう、嬉しいとニヤニヤしちゃうそう、嬉しいとニヤニヤしちゃうんですよ。ショートのアイちゃん、アイ、ん、ショートのアイちゃん生写真買わなきゃって、そうそうそう、昨日発売された生写真が、アイが初めて、アイがショート、人生でショート、ん、人生で初めてショートにして、ん、ちょっと待って、日本語が変、もう一回いくね昨日生写真が発売されたんですけど、そうそう、ショートの写真、あ、こっちの方が伝わるね、そう、ショートの写真の生写真が発売されました。そう、自分で撮ったやつが発売されましたね。でもまだ多分ね、そうね、この後とか長い髪の時の写真も多分まだ来るかなとは思うけど、まあそう、ショートもぜひチェックしてみてください伝わったかな、これで。ぜひチェックをよろしくお願いします。どんな写真だったっけ、今回、今回どんな写真にしたっけ、あ、この、この、これ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 の服だった気がする、確か、多分、多分そうだったよね、なんかこれ着てた気がする、うん、そうそうそう、これ着ましたね。そう、ぜひぜひチェックしてください。これだよね、そう、でも反転してた
そう、反転してた、あゆが送ったのと。でも反転しててもよかったなって思います。あゆちゃん、麦わら帽子いくつ持ってるのという、何個持ってるんだろう。でもキャップの方が多いかも。麦わら帽子はそんな持ってない。あゆ、キャップとベレー帽が同じぐらいの感じである。うん、一番多いのためだから、キャップとベレー帽かな。そうだ、うん、あ、キャップの方はちょっと多いかもしれない。1個2個3個ぐらい曖昧、あんま数覚えてないけど、あーでも変わんないかもしれない、わかんないわかんないけど、うん、変わんないくらい。麦わら帽子はそんな持ってない。タタンタン、最近はよく歩きながら歌を歌います歩きながら歌を歌いますね、最近。本当になんか、あ、外で歌うとかじゃなくて中で歌ってるんですけど、歩きながらじゃなくても歌ってる、止まってても歌ってるんだけどなんか特に意味もなく歌ってるいつも。そう、頭に一人でしまっておくのもったいないなと思ってなんかね、歌っちゃうんですよ。そうそう、楽しい時歌う、楽しくない時はあんま歌わないけど、楽しい時は歌う、常に。外では歌わない、さすがに。あ、外でも時々歌う歌うけど、その人がいっぱいいないところでね、人が本当にいない時にそう、雨の日は外でも歌えるけど、まあ人がいたらおかしくなっちゃうから、人がいたらすぐ黙るけど、なんか一人でまあそんな歩くことはないけど、歩くとしてママとかまあいるけど、なんかさ、無言で歩いててもなんか寂しいじゃん。まあ、常に愛喋ってる人なんだけど、基本的に。そう、寂しいから歌おうって思って歌を歌って、無言の時間を消そう作戦そう、人見知りだからなるべく無言も結構きついんですよ、人見知りの人って。だから自分で鼻歌を歌って自分で解決する。そう何の歌とか特にこだわりは、頭に入ってきた歌を歌うそう、うん、そうのんきです。だから本当にのんきに過ごしてます。あゆは毎日楽しく楽しく幸せに過ごしてます。あおちゃんも聞いてるのだって、多分あおも聞いてるんじゃない、わかんない、一緒のお家に住んでるからあおもきっと聞いてるはず。うんねえ、あおはね、そう、あおに朝会いました毎日会うのに。そう、あおはさっきのあいがショールームやる前は寝てました。そう、可愛く横向いて人間かのようにいつも寝てる青は。そう、ワンちゃんとは思えないくらい人間らしい。うん、素敵なワンちゃんです本当に素敵なワンちゃんですそう、もうね、もう何も言葉が出ないほど可愛いワンちゃん。そう、もうなんかね、可愛いんですよ本当に可愛いんですよね。そう、そう、横向いて寝てる、なんかこうやって
こうやって本当に本当に寝てる。そう、顔似てるねってよ、そう言われる時々。青とあゆ似てるかな。でもなんか一緒の写真を、一緒に撮った写真を載せると似てるねって言われる。青とあゆ、青とあゆはニコイチ的なそうニコイチ的な感じで言われますね。あおちゃんは自分のこと犬とは思ってないんじゃない。でもさ言うよね、ワンちゃんとか動物ってさ自分をそれだ人間みたいなもんだと思ってるみたいな。そう、それは時々聞く。そうそう、聞く聞く。だから多分一緒一緒一緒だって思ってると思う。多分なんかちょっと違う気もするけど似てるねみたいな多分ほんとそんな感情だと思う多分。うん、かわいいよね。みんな生まれ変わるならどんな動物になってみたい？みんなどんな動物になってみたかったんだろう。これ聞きたかった。どんな動物がいいんだろう。どんな動物？猫。猫いいよね。犬だと思ってますって。猫多い。文鳥。文鳥が来た。かわいいよね。人間。飛べるのがいいな。だって鳥系コウモリとか。あれ何がいいかな。でもあれこの間猫って言ったんだけど、猫ちゃんもいいんだけども、いいよね。でもなんかいろんな動物になってみたいかな思ってきた。なんかその時その時で変わる。なんか人に甘えたい時はワンちゃんになりたいし、自由に行きたい時は猫ちゃんになりたいし、なんか空飛びたいなと思ったら飛べるものがいいし、足速くなりたかったら速い系がいいしみたいな。なんかそれにそれぞれ臨機応変に変化したい。うん、なんかそう飛びたいなって思ったらウサちゃんとかカンガルーとかでもいいし、なんかもう変形自在の人になりたい。そう変形自在がいいね本当に。そうそう本当に。でも何かな、今はね、今の気分は、今の気分は飛べる系、あの空を飛べる系がいい。だから何かいいかな、空飛べる系。うん、何がいいかな。ムササビムササビがいいはい、ムササビがいいです今は。うん、あ、これわかるかも。日向ぼっこしてる猫見るといいなって思う。わかる。ミーアキャットとかもさ、日に向いてるじゃないですか。いいなって思う。なんか平和だなって思う本当に。あ、一瞬しか飛べないのムササビ。嘘。じゃあモモンガになろうかな。モモンガ、モモンガも一緒かな、もしかして。モモンガの、あ、いやアニメが好きだったの。なんかね、モモンガだもんみたいななんかそんなアニメがやってて小さい頃好きだった。そう、調べてほしい。多分モモンガだもんみたいな、なんかほんとそんななんか言葉を発してた気がする。本当に可愛いから、可愛いから見て、後で見て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 、可愛い、本当に可愛い、あの本当に可愛い、うん本当に可愛いです。おすすめ。
今見てもいいよ全然、モモンガだもん多分。それ出てくるはずか、モモンガアニメだったら出てくるかも。モモンガだもんで出てこなかったらもうみんなもうわらわらやってるけど、わらじゃなくなる。本当にもうあのピエンの絵文字のお顔になると、もう本当に本当にそれぐらい可愛い。そう本当わらわらじゃないもうピエンだよピエン本当に。うんあほらもう調べて、可愛いでしょ俳優の一番おすすめな可愛いアニメかも。でもねベアベアーズも好きなんですよね、ああいう可愛さで言ったら。そうベアベアーズも好き。そうなの、なんか動物のアニメっていいよね。でもスポンジボブとかも好き。動物なのかな、スポンジか。そうクマ3匹のやつ、クマ茶色いクマと白いクマとパンダ、パンダ、そうかわいい。あとはガムボールのダーウィンが好き。あゆダーウィンあのオレンジの子、オレンジの魚。そうの国のキャラクターだとあのダッフィーシリーズが好き。そううんなんだっけジェラトーニとか、そうダッフィーとかシリーメイとか、ああいうなんかホワホワしてるのが好きかな。一時期小学6年生ぐらいの時はドナルド好きだったけど、またそっちのなんか可愛い感じの子が好きになった。そう一時そう本当6年生頃はドナルドってあったけど、今違う。そう今は好きだけど、ドナルドも好きだけど、そう変わった、変わりましたね。いいよね、癒される可愛いの見ると。そう赤ちゃんとかもそうだけど、なんか可愛い子見ると癒される。本当に子とかキャラクターとか見るとね幸せになりますよなります、はい変な締め方ではね、そろそろ12時かな、そろそろおしまいにしようかなって思います。さあみんな今日も一日4連休最後の日楽しんでください。そう今日はね、そう今日は、そう今日はいっぱい今日はって、今日は前に飼ってたワンちゃんのそうブルーのお誕生日なんですよ。そう明日が青のお誕生日かな、そうそうそうおめでたい。そうちゃんと24時まで起きておめでとう伝えた。そうそう伝えました。そんな感じでランキング発表しておしまいにしたいと思います13位和弘さんありがとうございます。12位ラテラルさんありがとうございます。11位ボイジャーさんありがとうございます。10位ヒロさんありがとうございます。9位ガクシャンさんありがとうございます。8位マエスさんありがとうございます。7位ひびきちゃんありがとうございます。6位カモンさんありがとうございます。5位シーテツジさんありがとうございます。4位 YK さんありがとうございます。3位ギャローさんありがとうございます。2位ナミーさんありがとうございます。1位つばさおしーさんありがとうございます。見てくださった方やコメントとか星とかギフトなどもありがとうございます。また明日もやるので見てください。今日はメイクをしながらお話の回でした。はい、楽しかったです今日も。
また明日も見てください。バイバーイバイバーイバイバーイ、こっちかカメラ、バイバーイ。